はい、しきちゃん。はい。しきちゃんの、じゃあ今お腹を出してもらおうかな。へえ、ここ。出せる。出せますけど。まあいいや、お腹やめときましょう。何それ。まあお腹はね、皆さんこれにしましょう。先生、ちょっとこのシックスパックを見てください。見えますか、しきちゃん映ってますか。足長いから映ってるね、はい、おへそまで、うん、ここがおへそです。ちょっと今わけやってお腹出せないのでですよね。わけやってお腹出せない。おへそここで指4本ですね。指4本下ぐらいのところですね、そこら辺、この周辺やっていただければいいです。とりあえずね。で、やり方を教えます。今日はじゃあ普通に撮ってありがとうございますですね。この今の任脈っていうもの、このなんていうの、経絡、そのツボとかってあるじゃないですか。皆さんツボ、しきちゃんツボってわかる？はい、ツボ、経血っていうのツボ、ね、ツボってやつはですよ、この妊娠するツボって感じでやってきたわけなんですけども、ツボってやつはそれこそこうなんていうの、この点よりね、この経絡っていう線を狙って、ここ100倍重要、1000倍重要、線にしとこう、1000倍重要なんですよ。このツボ1点よりこの流れ、経絡っていうものがあって、このおへそのまっすぐ、任脈って言うんですけどね、この任脈っていうおへそまっすぐ行って子宮卵巣とか注ぐところまでを、まあ、任脈っていう言い方するわけなんですけども、この線を選び間違えないことがこの100倍重要なので、まあ、何せ言うかこの縦のおへその下だったらね、変な話どこでもいいかなっていうのを個人的には思いますね。まあそこに対してですよ、お灸、この間もしきちゃん説明したよね、はい、昔の動画覚えてる？このドイツから来た足ね、ここなんてツボだった、はい、内くるぶしの後ろ側、動脈が拍動する部分、なんてツボだった、名前言ったっけ、言ってた、うん、体形、まあ、復習してんの、動画見たよ、先生が寂しく撮ってたやつでしょそっか、あ、そっかそっか、一人で撮ってるね。体形っていうツボがあって、そっか、動画見てくれたのかですね。そこの場所とかってめっちゃね、また使えるわけなんですけども、ここに関しては腎経って言ってね、その子宮に行ってる経絡っていう形で、子宮をまとってる経絡っていう言い方なのかな、そんな感じでいいと思います。で、今回はとっておきの方法を教えようと思います。そこの場所でいいと思うんですけども、もしくは先ほど言ったね、お腹のこの真ん中の線のおへそから下ね、そのラインをやっていけばいいと思うんですけども、このお線香ね、これ実際にね、あのこのファンクショナルに来てくれてる方々に対してお伝えしてる内容です。ここに通ってる人に関して言うとね、このお給はサービスで差し上げてますね。これに関して言うと、もう損得ではなくて、まあね、妊娠して卒業してほしいというところがうちのスタッフの願いなので、まあ無料で続けてるっていうね、もうすでに十何年無料で続けてる形になりますね。このお線香、普通のお線香より理想はね、ちょっと太めのやつがいいんですよ。見える？しきちゃん、見える？うん、太いのね、これ多分倍以上あると思うんですけども、こういうのって手に入れば、うん、なんかお給用線香とかって Amazon さんで入れていただけるといいと思いますですね。で、これ見える？みんな見えてる？しきちゃん、はい、うん、これね、給天使っていうのがあります。給天使っていうものがあって、こうお給を火傷しないようにやるためのシールなんですですね。で、まあ足だとやりづらいので、先ほどの位置に、なんか適当な位置にやっていきます。まあ合谷っていうツボ、ここはまあそんなにやらなくていいです。とりあえずはね、お給とかやらなくていいかなと思いますね。もちろん効くツボではあるんですけども、今の話の中ではやらなくていいと思いますですね。こういうところにシールを貼ってですよ。で、お線香ありますよね。普通に先生はタバコとか大嫌いなんでね、吸わないんですけども、タバコやめといた方がいいですよ、皆さんね。タバコやめた途端採卵の成績が爆上がりした人がいるぐらいなんでね、本当にそんな方が何人もいるぐらいなんで、絶対やめといた方がいいと思いますですね。こんな感じで火をつけますよね。火をつけて、何やってほしいじゃん何やろうとしたの、風刺したかったの、うん、ですね。見えるかな、こういう形で先ほどおへその位置だとか、見える、ちょっといい、これぐらいで、はい、分かります。で、ちょっと怖いと思うんですけども、ポンとポンってやるとチクッチクッとしていきますですね。チクッチクッとしていきます。これコスパめちゃくちゃいいと思いますね。これなんて何円でもないので、1本ね、1束いくらの世界なので、まあ、シールがちょっと高いので、焦げるまでちょっと再利用していただきたいなと思います。焦げて汚くなったらさ、なんか変な物質が出ても困るので、捨てていただいて取っ替えるって形だと思います。焦げてきたら交換で、一回これで外していただいても、またほらなんかスティックのりかなんかつければまた使えるので、ボロボロになるまでね、しっかり使っていただきたいなというふうに思います。
ここの部分でチクチクチクっていう感じで、ツボを、これね、昔先生が主催していた日本不妊生態協会っていうところでもね、紹介した方法なんですけども、こう例えばこの吸点紙ってものが、まあ、そこそこ高いんですよ。一箱で何百円ってぐらいするので、まあ、高くもないかね、高くもないんですけども、こうシールを二重に、熱くなってくるんですよ、だんだんと。このなんていうの、この神経がさ、だんだん反応が良くなってくるので、だんだん熱さ感じるようになってきます。で、やけどしやすくなってきてますね。やけどしやすくなってくる。例えば1週間続けた時と1ヶ月続けた時では、それこそ1ヶ月続けた時の方がはるかにやけどしやすくなってるぐらい神経が育ってくるんですね。わかりますか皆さん。その神経が育つのが狙いだというふうに思ってください。ですよね。先ほどの体型って位置に、まあ毎日寝る前とか換気扇の下とかね、その煙の害が、煙も体に対して悪くない、ヨモギかなんかで言ってるのかな、これなんかでで植物でできたやつな、そんな悪くはないやつなんですけども、これはこうね、換気扇の下とかの方がいいと思います。こういう形でトン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 やってると意外と気持ちいいんですよ。ですね。で、まあちょっと見ててもらっていいですか。ここの部分見える、しきちゃん。見えてる？見えました。見える？これでね、これ捨てちゃうのもったいないし、水で濡らすとちょっと大変。まあ水で濡らすのが一番安全ですね。翌日反対側つけていただければ、また翌々日はまた反対側なのであれなんですけども、こうやってね、適当にこすってさ、こすってやっていくと、なんかポロってさ、今取れちゃったけど、消えるので、消えるとほら、あんまり熱くない、もう消えますよね。ですね。火事だけは絶対起こしてほしくないので、こう完全にこうジュッとこの入れても、まあ、いや熱くないなって状態になってから捨ててください。で、水濡らした場合は反対側でつけて、また翌日このシール取っといて、スティックのりか何かでまた貼ってっていうところですね。そんな感じでやってみてください。なんかね、こうアメリカに住んでる方とか、お灸とか手に入らないんですけどって質問があったので、今回ね、このうちの院で実際に通ってる患者さんにお伝えしている方法をお伝えさせていただきました。ね、この吸点紙ってものが安全で一番いいんですけども、それこそアルミホイルみたいのでもいいと思います。ね、アルミホイルみたいのを折って安全にやってくださいね。やけどする必要は全然ないので、つけていただいて、この体型ね、体型っていうところに長、ちょっと長く映してよ、足を。うん、大丈夫？うん。うん、ですね。この体型っていうところにやっていただいて、トン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 やっていただく。かな、シールを貼って、靴下ね、すね毛がちょっと絵的に良くないと思いますので、しませんけども、こういう感じ、トン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 やっていただいて、熱くなり始めたら、熱くなりやすくなってきたら、二重にやったりだとか、いろいろやり方あると思いますんでね、とにかくやけどする必要は全然ないし、火事めっちゃ気をつけてくださいですね。お子さんいられる方は、ね、2人目、3人目頑張られてる方もたくさんいらっしゃると思いますので、そういう方々はとにかくお子さん寝てから夜ね、換気扇の下とかでやってあげてください。ね、吸点紙、吸点紙。吸点紙ですね。吸点紙っていうものが売ってます。ですね。と、あと、お給用の線香で Amazon さんで、お給用っていう風に感じで、お給用線香っていう形で、書いていただけると、お給用の線香って入れていただくと出ると思います。この太いやつがやっぱりやりやすいんですよ。折れづらいんでね、やりやすいので、また翌日もすごく使いやすいですよね。先っちょこうやってガーッとなんかどっかで削ったり、水で入れてね、反対側使っていただいてもいいしですよね。こういう形で吸点紙、お給与線香ってあったりするので、こういうものでしっかりと、ね、ケアをしてあげると、そうですね、プラスにしかならないです、ね、プラスにしかならないです。やって今教えた位置にやることについて、妊活によってマイナスになることは絶対ないです、ね、必ずプラスに。やけどとかしなければね、まあ、しづらいから、とってもこういうものしっかり使えばしづらいから、今日お伝えした内容っていうものをね、ちょっと何回か復習していただいて、ぜひぜひそういうものも妊活にお役立てくださいですね。で、やるとね、面白いもんで、いろんな反応が出ます。なんか、本当に足暖かくなってきたわっていう感覚って本当に出るんですよ。ですよね。で、足の血流が良くなった分、低温期しっかり体温が落ちやすくなったとかね。逆に言うと、高温期、なぜか知らないけど、そこからなんかいろんなパワーが蘇ってきて、高温期ちょっと安定しだしたみたいな例はいくらでも出ます。
ね、生理痛がなくなったみたいな話もいくらでも聞きますし、いろんな悩みに対してね、今の下腹部っていう部分と体型っていうツボはとっても使える場所です、ね、ぜひぜひ皆さん、ね、しっかりと、こういうものを利用してね、お灸なんかもそんな高いもの買う必要ございません。本当にね、ね、サプリメントもそんな高いの買う必要ないです、ね、こういうものをできるだけ、お金かけずにね、しっかりと手間だけはちょっとかかりますけども、頑張っていただけるといいかなというふうに思います。